んばんは。今年も空の星チャンネルでの1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここまで成長できたのも皆さんの応援のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。チャンネル全体では300アップロードを超えて45万ビュアーを記録し、登録者数2000人を達成しました。2023年は配信できた新作のタイトルがなんと全部で150タイトル。そのジャンルもジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡から最新のユークリッド宇宙望遠鏡、 NASA の太陽系惑星の実写特集や宮沢賢治原作の銀河鉄道の夜の素敵な朗読シリーズなど多岐にわたります。次に特に続いたシリーズの中で視聴回数の人気ランキング発表です。まずNASA の惑星実写シリーズは木星、土星、冥王星の3種類ありました。各特集の動画に加え総集編の BGM 集までの視聴回数を合計すると、まず3位が木星の943回、次に2位は土星の1134回、そして堂々の1位は冥王星の2339回でした。衛星カロンも含めて動画の数が多かったとはいえ、1回目の視聴回数がすごい。1本目だけで木星と土星の合計を追い抜いています。冥王星の歴史はとても興味深くて、科学的好奇心を刺激して大衆文化においても未知の世界を象徴する魅力が人を引きつけてやまないのかもね。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した4つの太陽系巨大惑星の人気投票では海王星が1位でした。今までの青い惑星とは打って変わってきらびやかに光る海王星がとても神秘的。またウェッブが撮影した天王星の最新画像がとっても綺麗なので、この画像が加わればランキングが変わったかもね。まるで真珠のようだ。また地球外生命体が最初に発見されそうな天体アンケートでは、木星合理衛星探査計画JUICEでも予定されている衛星のエウロパが1位でした。来年の2024年10月にはNASA によるエウロパ専用探査機エウロパクリッパーも打ち上げ予定だし、期待感が高まっているようです。両機が到着する2030年代には本当に地球以外で生命の痕跡が見つかるかもしれませんね。今から待ち遠しいな。他にもご参加いただいたアンケートでは、8月のペルセウス座流星群の極大日の過ごし方でライブ放送やアーカイブを見るという票が多かったです。お仕事の都合で見られなかったり、天気が良くない地域の人たちにとってはネットによるライブ中継ってとってもありがたいよね。それでもなお野外で官房が2位だったのは嬉しかったな。次の彗星の画像クイズでは正解率が 98% とダントツな結果となりました。ただ最後の惑星である彗星にも尾があるっていう話題には驚きました。え、あんなでかいのが。2023年の4月に京都大学で彗星の尾が撮影されたと話題になったよね。ただ2021年8月にも撮影されていたようで、ナトリウムの尾なんだそうです。概要欄にリンクを貼っておくので、興味があったら見てみてください。それじゃあ彗星って名前つくものには全部尾っぽがあるんだね。違います。太陽に近いかどうかですね。わわー、わかってるよジョー。だってばよ。次にオリジナルクイズにも多くの方が参加してくれました。その正解率も見てみましょう。一番正解率が良かったのは 82% の月食の問題ね。球状星団の正解した人が多かったのは良かったですね。 52% のウォルフライ SE のクイズは内容を見なきゃさすがにわからないよ。動画に関連したクイズになっていますので、見た人も見なかった人も興味ありましたらチャレンジしてみてください。それでは次に長編シリーズだった銀河鉄道の夜のランキングです。どのエピソードが一番読まれたのか見ていきたいと思います。まず3位は最終回の168回です。本を読む時でも最後の数ページや章を先に読むことで、その本の全体的なトーンや方向性を把握して好奇心を満たしたり、時間を投資したいかどうかを判断する心理状態が働いているのかもしれませんね。さすが読書好きのつづみちゃんだね。そして第2位は第12回目の悟りの日のエピソードでした。人の心をつかむよく練られたストーリーを持つエピソードは、
視聴者を引きつける傾向があると思います。そして銀河鉄道の夜のエピソードの堂々たる第1位は590回の第1話目になりました。この物語は人生の旅路、幸福の追求、存在の意味、苦しみの本質など、これら人が抱える普遍的なテーマは感情や共感を呼び起こし、未だに衰えることのない名作となっています。約3時間にも及ぶ総集編では全話通して朗読を聞くことができますので、ぜひゆっくりと時間をかけてお聞きください。物語を読んだ後はクイズコーナーもありますので、お気軽にご参加ください。一番正解率が多かったのはわしの停車場でのエピソードで、難しかったのは意外にもアルビレオの二重星の色の問題だったね。そして銀河鉄道車内のデザインアンケートで1位を獲得したのはこれでした。わお、まさに銀河に包まれた電車内だね。これでトンネルに入ったら幻想的なんだろうな。暗くなると蛍光で光りそうですね。さて最後に年末に実施した NASA の宇宙のトリビアクイズを見ていきましょう。数が多かったので連日配信しました。お忙しい中ご参加ありがとうございました。もう難しすぎて全然わからなかったよ。聞いたことないような探査機の話題もありましたね。そのせいかワースト4位までは探査機クイズばかりでした。一番難易度が高かったのは火星のヘリコプターインジェニー機の飛行時間。当初はわずか数秒から1分程度だったんだけど、今は飛行時間も長くなっています。一旦は63日もの間通信が途絶えたりしてヒヤヒヤしました。ここからは半数近くの正解率が続きます。問題もほとんどが太陽系の天体に関するものばかり。中でも火星の探査機や探査車の問題が多かったよね。なんだろう、それだけ火星の探査が進んでいるからかもね。あと木星の衛星の問題も多い気がします。そうだね、なんといっても木星へ向けて衛星探査機ジュースが打ち上がったのと、土星でもエンケラドゥスのリンの検出で地球外生命の可能性に向けて一気に盛り上がったって感じだね。この1年を振り返るにあたり、皆様からのご支援ご視聴あってのことだと感謝しています。宇宙の神秘を探求しようという熱意に対し、お立ち寄りくださり本当にありがとうございました。今後も星に関する知識を共有するだけでなく、星空観察を楽しいものにしていきたいと考えています。新たな年も星空の美しさに包まれながら爽快な宇宙の旅に出かけましょう。2024年が皆様にとって平穏で痛快な満点の年でありますように。 Come back to see バイバイ。これをもちまして講演を終了させていただきます。どなた様もお忘れ物のございませんよう、今一度お手回り品をお確かめください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。